こんにちは、カワポンです。今日は立教大学の学科別の底偏差値と高偏差値のランキングをご紹介します。真剣文字の偏差値になります。なお、理系の学部は文系の学部と比較すれば偏差値が低めに出る傾向がありますので、今回の動画からは除外しています。では底偏差値から見ていきましょう。まずは偏差値が低い5つの学科になります。5位は現代心理学部の映像身体学科になります。偏差値は68で新座キャンパスですね。偏差値は低めですが、個別学部入試の3年間の平均倍率は 7.2 倍とかなり高めになります。4位はコミュニティ福祉学部のコミュニティ政策学科になります。こちらも新座キャンパスですね。倍率はやや高めになりますが、狙い目と考えていいでしょう。次に偏差値が低い上位3つの学科になります。偏差値は同率で66となります。新座キャンパスのコミュニティ福祉学部の2つの学科が入ります。スポーツウェルネス学科は2023年度から学部に昇格しますので、注目度は上がると思います。1位は文学部のキリスト教学科ですね。池袋キャンパスでこのランキングに入っているのはここだけということになりました。それでは次は偏差値が高い学科を見ていきましょう。2位が同率で3つ存在しています。偏差値が74となります。現代心理学部の心理学科は偏差値倍率もかなり高くなります。新座キャンパスの中では屈指の難関となります。映像身体学科とは偏差値がかなり異なりますので、ご注意ください。社会学部は3つの学科がありますが、メチア社会学科が頭一つ抜き出ている状況です。文学部の英米文学科も高いです。文学部の中ではトップの学科になります。立教大学の異文化コミュニケーション学部や上智大学の外国語学部を併願する生徒も多めになりますので、受験生のレベルは高めになっています。それではトップ3のご紹介をします。じゃん、こちらです。偏差値は同率で75です。予想通り異文化コミュニケーション学部と経営学部の2つの学科がランクインです。この2つの学部が現在の2大看板学部と言えるでしょう。立教大学の前の総長の各ランちゃん氏も、立教大学はこの2つの学部か他の学部を引っ張るとインタビューでも明言されていました。今日は以上になります。ありがとうございました。